にちは、おはようございます。アイムソラです。イエ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 イということで、今日もソラ先輩コラボ始まりました。これまでね、最近は倖田來未さんとあとメインさんということでアーティストさんが続いておりましたが、久しぶりに、俺も大好きなですね、声優さんが、来てくれてますので、ちょっとお呼びしようかなと思います。用意はいいですか？それではお呼びします。寺島純太さんでーす。おー、こんにちは。こんにちは、寺島です。はじめまして、ようこそ、どうぞお座りください。あ、すいません、すいません。はじめまして。はじめましてです。はじめましてですね。はじめ、久しぶりの声優さんなんですよ、ここの番組のゲストとして。びっくりして、いや嬉しいですよ。本当、あ、よかった、俺もめっちゃ嬉しいです。だって僕このスタイル初めてですからね。だよね。どう、この VTuber が MC をして海外に向けてる番組って、お仕事こんなのありますって来た時。いや、やっぱり時代はもう常に動き続けてるなと思いましたね。でしょ。いや、そう、いや、すごいですよ。だって10年前にこういうことやりますよあなたって、多分ね、過去の僕に僕が言ったとしても多分信じないですからね。そうだよね。で、よかったらね、あだ名で呼び合いたいなって思うんだけど、寺島さんのことあだ名つけていいですか？お願いします。ほんと？っていうかね、もうね、呼んでみたいあだ名があるの。あ、あるんですか？で、なんでか、なんでこう呼ばれてるかも気になっていて。はいはいはい。ずんた。あ、出た。そう、4年5年ぐらい前にですね、同じ声優 の、うんうん、山下大輝くんっていう方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、その山下くんがどっかでズンタって呼んで、それがいつの間にかすごい浸透して。そうなんだ。いや、なんか海外のさ、ファンの人たちからもズンタさんこんにちはみたいなのがいっぱいあって、最初なんか、あ、タイプミスしてんのかなって思ったんだけど、あ、違うんだ、これあだ名かって。そう、あだ名なんですよ。そうなんだ。じゃあ俺のことはさ、はい、まあ、空でも空くんでもピンクの頭でも何でもいいので。ピンクの頭でいいんですか？何でもいい、呼んで。じゃあ、空っち。そっち、オッケー。新しいあだ名いただいた。あ、でも、その何っちってつけるところに昭和出ちゃったな。ちょっとそうかもしれない、ね、昭和生まれ出ちゃったな。じゃあまずはこの企画を持ってきました。名付けて先輩 Thank you! Thank you! はい、じゃあ準備はいいですか？はい、大丈夫です。じゃあ早速いってみます。はい、1問目、小さい頃の夢は？戦う人。なるほど。2問目、なんで今の仕事に就いたの？きっかけは？すごくオタクだったから。なるほど。3問目、初めての給料は何に使った？CD 買いました。ほう。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時？やっぱり憧れの人たちと同じ現場で仕事できたことから。ほうほうほう。5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？僕の地元の昔の友達とかも見たよって言ってくれたこと。うん、あ、なるほどね。よし、じゃあ6問目、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか？ないかもしれないです。はい、7問目、生まれ変われるなら何になりたい？大学生。なるほど。じゃあ8問目、ズバリこの仕事に一番必要なことは何？恥を捨てること。なるほどね。結構難しそうだなそれ。9問目、今一番挑戦したいことは？VTuber。 おお、なるほどね。10問目、10年後の自分に一言どうぞ。健康に気をつけて、保険料はちゃんと払ってください。なるほど。だいたいみんな健康にって言うんだけど、健康料について出てきたのは初めてだった。はい、ありがとうございます。ということでね、1問目から、ちょっと聞きたいんだけど、はい、小さい頃戦う人になりたかったと。うん、これどういうこと？戦うって言ってもいろいろあると思うけれど、昔から、うん、少年漫画とかにすごくハマってて、あ、はいはい、昔あのドラゴンボールごっことかをして、すごく幼稚園の頃とか遊んでたんですよね。そうそう、ね、今海外の、ね、方もみんなドラゴンボール好きじゃないですか。なんでなんか修行すれば僕も空飛んだりできるって、武術できる。そう、なんとなくその 4,5 歳の僕は思ってて、将来は Z 戦士になろうと思ってた。なるほど、サイヤ人になりたかった。サイヤ人になりたかった。そういうことか。え、じゃあちっちゃい頃は、はい、
結構アウトドアな子だったの？そうです、田舎だったんで、それこそその空き地とか田んぼとか畑でそのドラゴンボールごっことかで、みんなでこう戦う真似事したりとかやってました、ね、あ、そうなんだ、え、そっからはちなみにじゃあさ、はい、何になりたいとかあった？いや、もうほんと漠然としてって何になりたいとかあんまり考えてなかったんですけど、でもとりあえずなんかあのゲームがすごく好きだったんで、はいはいはい、テレビゲームが、なんでなんか漠然とテレビゲームを作る人なのか、やる人なのか、なんか何かしらゲームに関わりたいなみたいな。ゲームをやる人、いや、ゲームをやる人になりたかったもん。え、でもさ、はい、そっから今に至るこの声優って、なぜに、はい、そうですね、あのずっとゲームやってて、あの友達が、あの持ってたゲームで、あの可愛い女の子を攻略するっていう、いわゆるあの恋愛アドベンチャーゲームっていうのがあって、ちょっと思春期だったんで、やっぱりそう興味が出てくるわけですよ、そういう美少女に。でも恥ずかしくて自分ではあんま買えないみたいな状況が長い時に、その友達が一本いっとくかいってこう一本いっとく、一本いっとくかい、悪い友達が一本進めてきたんですよ、ソフトで。いいのかいって言って、それを持ち帰って家でやったら、もう瞬く間にその世界観に魅了されて、で当時僕中学高校って、あの女性の方と喋れなかったんですよ。あ、そうなの？あ、恥ずかしすぎて、なんかシャイというか、なんでその喋りたいなっていう欲求もそのやっぱ恋愛シミュレーションゲームでこう二次元の女の子と喋ることでこう発散するみたいなんで、そうなると今度僕とこう画面を通じて喋ってくれてるこの女の子の声は一体誰がやってるんだろうみたいな方に興味が向いて、だんだんそのあのゲームキャラの声やってる声優さんのラジオを聞いたりとか、そうからどんどんなんか、あ、声優っていうのがあるんだと。へえ、あ、それがじゃあ中学校の時、中学高校とかそのぐらいですかね。いや、本格的に目指そうって思ったのはいつから？18歳の夏とかですかね。いや、僕そもそもなんかあの漫画家さんとか絵を描く人になりたいって高校入ってなんか思ってて、 あれだね、戦う人になりたくて演技に興味あって、今度絵も描く人になりたいと思ったと。そうなんですよ。ほうほうほう。なんか漫画家になって自分の漫画がアニメ化して、そのアニメのヒロインをその僕の好きな声優さんにやってもらえば、なんか素敵なことが起こるんじゃないかと。なるほどね。高校生ずんたは考えた。高校生の僕は考えたんですよ。で一回その描いてみたんですけど、絵を。まあ、やっぱ下手だったんですよね。高校それまで絵は描いてたの？全く描いてなかったんですよ。なんかね、理想が高すぎて、やっぱオタクすぎて、もう絵がすごく上手い人の絵を思い描きながら描くじゃないですか。でやっぱその自分の絵の下手さとその理想とのギャップに耐えられなくて、それでもう描くのやめちゃったっていう。やめて。で、やばい、絵はダメだったと。最終的に深夜アニメでの CM 中にやってた、そのなんか専門学校の、CM みたいのを見て、もうそのまんまよし、資料請求してすぐ行きました。すごいね。なんか今までこの番組いろんなさ人たちに来てもらったんだけど、一番なんかすごく自分のなんかこう本能のままにここまで来た人感がすごくある、はい、じゃあさ、この憧れの人と仕事ができて、やっぱりもともとオタクだからいっぱい声優さんも知ってたんですけど、本当に当たり前にその僕が知ってた有名な声優さんとかが、おはようございますみたいな感じで、こう普通にスタジオにいらっしゃって、えみたいな。そう、それであなたはみたいな、それで、あ、挨拶した方がいいよなみたいな、あ、本当にこうやって同じ仕事ができるんだみたいなのを思った時に、なんかいや頑張ろうみたいな。そうだね、それはちなみに どういう、 こう声優さんとかに憧れたりとかしていたの？いや、当時なんで、やっぱそれこそ宮野守さんとか、で僕初めてなんかアニメで名前付きのキャラクターっていうのをいただいた稲妻イレブンコーっていうのがあるんですけど、そのキャラクターがその宮野守さんが演じられていたキャラクターのな後輩の役で、すごくこう掛け合いで絡ませていただいたんですよ。でも当時僕まだその高校生とかで、普通に宮野さんが主役でやられてるアニメとかを見て、かっこいいなって思っていた、思ってた人となんか普通に現場一緒で仕事をして掛け合うし、掛け合うし、後輩なんちゅうキャラになっちゃって、そう、みたいな。
でなんか緊張でガチガチだったと思うんですよ、僕はその現場で、うん、なんかすごい後ろから、うん、違う、そうじゃない、もう一回みたいな、そうそうそう、なるほどね、そうそうそう、ちょっとこうなんかこう和ませてくれた、和ませて、うん、そうそうそう、違う、そうじゃないみたいな、へえ、いやでも宮野守さんはそういうところがありそうな気がする。そしてこの仕事を、はい、あ、そうか、してきた中でさ、一番感動したのってやっぱ地元のお友達とかが、あ、そうですね、それは確かに嬉しいことだね。うん、やっぱり僕、うん、その声優になってから、うん、なんかこういろいろ名前が出していただいたりとか、うんうん、そういうのになるまで僕結構6年ぐらいかかってるんですよね、うんうん、でその間ってその地元でなんか同窓会とか、うん、なんか集まりがあっても、うん、なんか呼ばれなかったんですよ。でもなんかちょっとちらほら4人で始めたら、うん、急にお声がかかるようになって、それあれじゃない、ずんと出演料取った方がいいんじゃない、それもしかして、うん、でもなんかそれが僕はなんか嬉しくて、うん、やっぱ僕中学の頃イケてないグループだったんで、はいはい、イケてないグループ、いまだにそのイケてないまま来たのが、うん、そのイケてる人とかからもなんか声がかかるようになって、なんかこの前なんか出てたよねみたいなね、言ってもらえるようになって、うん、なんだろう、なんかヤンキーの先輩に優しくしてもらえるみたいな、なるほど、いやあるじゃないですか、なんか人間ってさあるよね、そういうの、そう、力を持っている人から優しくされると嬉しいみたいな、いや、まあそんなことがあるからやめようと思ったことはないと。逆に言うとなんかいつでもやめれるってなんかずっと思ってたから、うん、なんかはっきりやめようって思わなかったっていうのが、そうなんだ。で僕も昔本当に半年仕事ゼロだった時とかあって、そのデビューして2年目とかあって、そう、その時にでも半年仕事ゼロだけど、うん、でもなんか肩書き的にはでも一応事務所に写真を載けてもらってるから、僕は世間的には一応声優っていうことだから、うん、あ、僕がなんか続けようって思う限りはずっと声優だなってなんか思って、そうですね、だからやめようってはっきり思ったことないですね。え、でも例えばなんだけどさ、うん、その辛いこととかがあったりとか、うん、そういうのはなかったの？いや、そうないっす、かったと思います。なんか自分が下手すぎてへこむとかはあるんですけど、うんうんうん、僕すぐなんか自分に甘いんで、うんうん、なんか下手でいいじゃんみたいな、うん、怒られたりとかもすごいしたことあるんですけど、うん、ディレクターさんとかに、うん、でもディレクターさんってこの世にいっぱいいるじゃないですか、うん、1人に嫌われたとしても、なるほど、残りの100人いて1人に嫌われたとしても、うん、残りの99人が使ってくれたら絶対死なないんですよね、うん、いや、ポジティブ、いや、でも本当その通りだよね、うん、別にさ、万人に好かれてさ生きていくなんてまず人間無理なわけだからね、うんうん、っていう、なんかいつもなんかそう肯定する側に回っちゃって自分を甘やかし続けるから、うん、でもね、今ね、甘やかしてるって言ってるけどさ、自分は下手で当然だって、なんだろう、ある意味こう客観的にじゃないけどさ、はい、難しいことじゃない、それ考えるのって、うんうん、今まで結構やっぱりいろんな役ももうすでにやっているズンタでさえそういう風に思えるってさ、だっていろいろやってきたらさ、鼻がどんどんこう天狗になっちゃう人もいるじゃんきっとだけどそういうことがあるからきっとなんかまだ上手くなろうとか、はい、もっとこういう風にしていこうっていうのがきっとズンタの中にはあるんではなかろうか。わ、さすがそらくん、気づいてみた、その通りなんだよ。でしょ、俺もここまでいろいろ MC というかおしゃべりやってきたら見抜けるからね、この目で。いや、もうグーンと、あ、夜夜な、夜すごい夜ね。そう、あ、すごい。そして今一番挑戦したいことは、はい、VTuber です。そう、 VTuber やりたいの？やっぱり声優さんの究極系のなんか一個の形だと思うんですよね、うんうん、でしょ、知ってるそれでしょすごい、やば、褒めちゃった、うん、だってね、俺はね、メイクさんもいらないの、ライティングもいらない、メンテもいらない。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。もう声優さんっていくつになっても少年もできるし、若者もできるし、うん、おじいちゃんおばあちゃんもなんか声変えて、うん、いろんな年齢の役をなんかできるみたいなのがあったと思うんですよね、うんうん、でもやっぱり最近こう声優さんもその役によってはその役になりきってこうなんかライブをやったりとか、うん、そうだね、衣装着たりってするときに、やっぱりキャラは絶対にもう永遠 の、 その美しいフォルムのままなんですよ。もう声優って生きてるから、そうだ、人間だからね、生きてるからもうそれは肌も肌とか髪とかね、このだんだん目尻のシワが取れないとかね、そういうことが起こるわけです。ちょっと太っちゃったとかね、そうするとなんかどんどんそのキャラクターの見た目と本体がの見た目がこう離れてってしまうみたいなジレンマがあって、でも
さすがにやっぱ18歳の役を60歳になった時にそれは無理だわな、いいなーってこう、ね、あー腰がみたいに確かにできないじゃないですか。そうね、18歳の肌はちょっとさすがに60歳じゃ手に入れられない、そうそうそう、夢を壊しちゃうと思うんですよね。なんかそっか、その時に VTuber としてだと、もう僕がなんか別の一個のなんか生命体になって、もうこの VTuber 声優さんが全部の声やってますみたいな、なんかフィルター2個かかってる状態ですよね、になったら夢をなんか壊さずに、しかもなんかそうライブとかもできるんじゃないかな。そうだよね、どこでもできるね。そうなんですよ、だもうハゲようが太ろうが関係ないよね、もうこのままずっと永遠にでしょ。それが VTuber ってやつなんだよね、すごいよ。ということで第1部終わりでございます。ありがとうございます、ありがとうございました。 See you next week、はい、で終わりましょうか。ありがとうございました。いきますよ、せーの、See you next week! うんたでした。ありがとうございました。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。